どこへ行くのもマスクはいりません。マスクをしてるのは日本人だけです。気の毒ですね。もう大丈夫ですよ、マスクなんかしなくても。岸田さんは全くマスクをしてません。みんなしてません。どうなってるんでしょうか。